ガーラミオは J バスが製造し、イスズ自動車が販売する観光、自家用、中型バス。1999年にジャーニー系の後継車種として路線系のエルガミオと同時発売されたが、その後のイスズ自動車と日野自動車のバス事業統合により、2004年以降は日野メリファトヌ統合車種として製造、販売されている。メルファと同様、 貸し切りバス、自家用バスとしての導入が多く、送迎バスなどに広く使われているが、自治体バスなどでの使用例もある。なお、メルファで設定されているプラグインハイブリッド車は、ガーラミオには設定されていない。統合車種のメルファともども、日本国内で製造される唯一の中型観光、自家用バス車両である。大型観光バスのガーラに、 明るく楽しい旅を期待させてくれるようなバスをイメージして英語、フランス語でお祭り、陽気なという意味の柄と命名し、英語のミニとフランス語のミアッシュからのゾーゴミーを組み合わせ、大型に対して一回り小さいことを表している。この命名法はエルガとエルガミオの関係と同じである。初代がアーラミオ KKLR233。 J1 箱根登山バス1999年6月23日に平成10年排出ガス規制に適合させ中型自家用観光用ジャーニー系をフルモデルチェンジする形で中型路線用のエルガミオと同時発売したエンジンは直列6気筒の 6HH1S 型を搭載形式は KKLR233J1 初代ガーラとデザインを統一した フロントマスクと、後面2枚窓を採用して、スタイルを一新した。中型観光、自家用バスでは、初となる、運転席、エアバッグを標準装備した。その他安全装備として、衝撃吸収ステアリングホイール、アンチロックブレーキシステムを標準装備した。シャーシは、路線系、エルガミオのエアサス2ステップをベースに、ホイールベースは F 尺、J 尺の2種類。 ボデーは折り戸、全2枚窓、床下非貫通トランク仕様の MI と、スイング扉、全1枚窓、52枚窓、床下大型貫通式、トランクミドルデッカー仕様の M3、その中間仕様の M2 の3タイプが展開された。日のメルファと並んだガーラムヨグリルの色以外の際は、ほとんどない2004年8月24日、平成16年排出ガス規制に適合させ、 フルモデルチェンジ。エンジンは、日野自動車製の J07ETI 型を搭載。形式は、PBRR7 ジャジャップ、PBRR7 ジャジョッジ。これにより、日野自動車が販売する、同クラス車種のメルファとの統合モデルとなった。メルファとの相違点は、バンパーグリルの色のほか、ステアリングホイールに刻印された、イスズロゴ、全面創価が、デフォルトで黒く塗られている程度である。 デザインも、メリファと同等となり、二代目セレガと統合車種となった二代目ガーラとは、異なり後面にマイマは廃止された。また、運転席、エアバッグは、SDG 台までオプションでも設定されていなかった。トランスミッションは、パワーシフト6速 MT とトルクコンバータ式5速 AT のみとなり、先代に設定されていたフィンガーシフトはない。サスペンションも、先代のフルエアサスから、 リーフサスとエアサスとの併用式となった。同2004年10月1日に、イスズ自動車と日野自動車により、イスズバス製造と日野車体工業を合併して、J バスに統合。これにより製造が、J バス、小松事業所へ移管された。PDGRR7JJBJ 西合図、町民バス2007年8月7日、平成17年排出ガス規制及び低排出ガス。 重量車認定に適合し、形式が BDGRR7JJBJ となる。エンジンは日野自動車製の J07E 型を搭載、目標販売台数は年90台。この際に M2MI のオプションを拡充した。SDGRR7JJCJ 長いバス2011年7月20日、平成22年排出ガス規制に適合し、形式が SDGRR7JJCJ となる。エンジンは引き続き日の J07E 型を搭載。尿素、SCR システムは採用せず、改良型 PM 除去装置のみで、ポスト新長期規制をクリアした。M2MI には補助席が標準装備になったほか、MI でもハイバックシートに変更された。目標販売台数は、年90台。 2012年7月2日にシート及びシートベルトに関する新法案基準に適合したマイナーチェンジが行われた。これによる形式変更はない。目標販売台数は年90台。2017年7月14日には平成28年排出ガス規制に適合して7月21日に発売形式が 2DGRR 2 h となる。エンジンは 日野自動車製、直列4気筒 A05CTH 型に変更され、d p f に加え尿素、SCR システムが採用されたほか、トランスミッションは、日野自動車製の6足、a m t が採用され、パワーシフト6足 MT とトルクコンバータ式5足、AT は廃止された。また、運転席、エアバッグが設定され、初代以来13年ぶりに復活した。 他にも日のメルファ同様特装用ベース車も設定されている。ありがとうございます。